いつか私も式神を操れるようになれたらな。様が探しているよ。え？え？もうこんな時間ですか？早くついてきて。生命様。やっと帰ってきたか。今は一見穏やかなものだが、いつ何時変化するとも限らない。考えれば考えるほどどうにも不穏だ。生命様の弟子である以上、平安京のためならば私の全てを捧げます。私の元にいたこの4年間、お前は真面目で勉強熱心だった。これからも生命様の元に置いてください。私が教えられることはもうない。この家を出て己を鍛えるのが最もいい修行になるだろう。私についておいで。渡したいものがある。生命様、ここは立ち入り禁止の場所じゃ。以前はここに来るたびに2匹の妖怪に行く手を阻まれて、彼らは。これからは大丈夫だよ。立ち入り禁止というのは少し言い過ぎたかもしれないが、君はまだ幼かった。無理させたくなかったんだよ。今ならば。入って。老人ですか？とても立派な。君の肩代で試してみるといい。不思議な効果があるだろう。山の匂いが大好きなんだ。これは式神ですか？山わろだ。比叡山で運命的に出会ってね。一人前の証として君に与えよう。生命様、ありがとうございます。準備ができたらすぐに御所に来なさい。あのお方から大切な話があるようだ。師匠は相変わらず急なお願いがお好きなのですね。そこにおわすは生命殿ではないか。藤原大納言様。生命殿は式神を意のままに操ることができるとか、人をほふることも可能なのか。我々の奥義について尋ねるとは、いささか無遠慮ではありませんか。そんな簡単な話ではありませんが、手段ならいろいろあります。それでは、先ほど飛んできたあの蝶、この葉一枚で命を取ることができるか。確かに可能です。ですが、生き返らせないのであれば災いの種となりますよ。そうなのか。かの生命殿も噂ほどではなさそうだ。陛下のお気に入りだというから
どれほどかと思えば、所詮は名前負けに過ぎぬ。そこまでおっしゃるのでしたら、一度ご覧に入れましょう。生命様、この蝶。心配には及ばない。まあまあ、私は癒し系美少女だからね。彼女を連れて行くといい。今後の修行と妖怪退治ではきっと重宝するはずだ。さすが生命殿だな。手ずから潰した生き量も式神に変えることができるとは。そういうことなら私の配下にもぜひ教えてやってほしいものだ。ダイナゴン様、私もこの式神の力試したいです。よろしければ私と勝負していただけませんか。君も随分と式神を操るのが上手くなったね。さらに経験を積み重ねれば、式神もおのずと強くなる。山の匂いが大好きなんだ。嬉しいです。生命様。もちろんだ。本当ですか。それじゃ彼に会いに行こう。生命よ、最近の都は妙に落ち着きがなく見えないか。ラジョーモンのことですか。そうだ。大臣からの奏上によれば、多くの異変が起きているらしい。おそらく大妖怪の仕業だろう。なるほど。私を呼び寄せたのはそういうわけですか。そういうことだ。頼むよ生命、これは君にしかできないことだ。それじゃあ行こうか。どこへですか。ラジョーモンを見に。さ、あそこがラジョーモンだ。生命様、確かに人通りは少ないですけど、変わった感じはしませんね。自分の容器を人間界に隠すことなど、大妖怪にはいともたやすい。一般人はその気配に気づくこともできず、見えもしないだろう。それではどうすればいいのですか。今から
あるところへ連れて行くよ。ここは一体？裏世界だ。我々の世界と重なってこそいるが、その制約は数知れない。妖怪たちの多くはここに暮らしている。すごい。圧倒されます。あそこだ。城門の下。そう簡単にはいかないか。君、なかなか可愛い。万が一のことを考えて、黒川主は君につけておく。今は私の後ろ。これで良いでしょう。生命、阿部の生命、俺のことを覚えているか。お前か、ドン。そうか、覚えていたか。俺を裏切った貴様のこと、永遠に忘れまい。意見が合わなかった。俺たちは別々の道を進むことになった。それは意見が合わなかっただけだと。どうも、それは大げさだ。阿部のせいで俺はいつか失ったものを全て取り戻す。貴様も含めて。あなたは一体何者なの？おお、せいの、こいつは貴様の弟子か。しつけのなっていい。騎士、もろく弱い。少し厄介だ。少しお仕置きが必要かな。面白そうだ。私の番だよ。そして次はお前の番だ。こそくそ。よく見ている。お前の忠犬がお前のためにどうやって死んでいくのか。本当に残念だ。これほどの根性がありながら、よりによって粗末が主人に仕えているとはな。
それじゃあお次は心配改正ね。焦ること。お前が守りたいものの全て、俺が全部潰してやる。弱者、さらば。